アメリカ合衆国の食品ブランドプランターズのトレールミックスドイツの学生のエサステューティンティンフッタートレールミックスはスナックミックスの一種である。一般的にはグラノーラ、ドライフルーツ、ナッツなどを混ぜたものでハイキングの際に携帯する食品として開発された。トレールミックスは軽量で保存が容易で栄養価が高く、ドライフルーツやグラノーラの炭水化物で素早く、 エネルギーを補給できるとともに、ナッツの脂質からも持続的にエネルギーを得られるため、ハイキングに理想的な軽食と考えられている。ナッツ、レーズン、チョコレートの組み合わせで作られたトレールスナックは少なくとも1910年代から確認されており、野外活動愛好家、ホーラスケヘパート作の有名キャンプガイドでも紹介されている。ニュージーランドではスクロギン、 シュモゲルなどと呼ばれている。一説では、スクロギンは、サルターナズ、キャロブ、レーズンズ、オレンジピール、グレインズ、グルコース、アンドナッツ、または、サルターナズ、チョコレート、レーズンズアザーグッティー、グッティーズインクルーディングナッツの略とされているが、バクロニムの可能性もある。アメリカ英語では、ゴープという名称が、北アメリカのハイカーの間で広く用いられている。これは、 一般的には、グッドオール、レーズンズピーナッツの当時ごとされているが、M&Ms やその他のツルを入れることもある。オックスフォード英語辞典では、動詞、ゴープについて1913年の参考文献を引用し、ガツガツ食べるを意味するとしている。ドイツ、ポーランド、ハンガリー、オランダ、スカンディナビア、その他ヨーロッパ諸国では、現地の言葉で、学生の餌。 学生のオート麦、学生のミックスなどと呼ばれており、通常チョコレートは入っていない。イランではミックスナッツはアジルと呼ばれており、ヤルダーのようなお祭りやメフムニなどの社交行事で食されている。一般的な材料は以下の通りである。ありがとうございます。